はい、フットボールファンス、どうも、ヒューガでございます。今日は最強フォーメーション。2024年9月15日現在の最強フォーメーションを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。やっぱりデータ更新をして、アップで変わりまして、使用感だったりとか、育成の仕方とか変わってきてると思うんですけども、まあそういったものはね、徐々に選手を獲得したりとか、いろんな人の動画見たり、僕の動画を見たりしながらね、選手の育成変えたり、誰をスタメンに入れるか、スカットに入れるかっていうのはね、変わってくると思うんですけど、そもそも、どのフォメにしたら勝てるようになるのかっていうのが定まってないと、どの選手使うかっていうのも定まんないし、どの選手取るかっていうのも定まんなくなるので、迷ったらこれっていうのをね、まず一つ持っておくといいかなと思いました。なので今日は紹介します。こちら、433です。誰もやっていないオリジナルですね。これはもう僕のオリジナルフォメですね。これもうね、皆さん見てください。この433の形、今日からヒューガフォメって呼んでください。はい、こちらのフォメなんですけど、現在43位の HYG チップ。ありがたいね。これ HYG ってヒューガの略ですね。今僕のチーム名に HYG って入れてるんですけど、お恥ずかしながら入れてくれてたんだ。知らなかった。本当に入れてくれてた。HYG チップくん。まあ、チップくんっていうね、僕のリスナーでかなりの猛者ですよ。がいるんですけど、やっているフォメですね。まあ、このチップくんは、デシャンで、多分ロングカウンターでやってるんですね。で、まあ、433が今鉄板ですよということで、教えてもらって真似しました。あ、でもビエラ CB とかにしてる。すごいね。珍しいパターン。セルロート使ってんのも珍しいな、また。ダービッツ使ってるし。いいですね。はい。まあ、このチップ君に教えてもらって、ヒューガ流にアレンジしたフォメの紹介になります。はい、ということで、まあ、僕のフォメ紹介なんですけど、まあ、まずね、僕は、ロングカウンターも試したんですけど、やっぱり勝てなくて、ショートカウンターに戻しました。はい。なので、まあ、ロングカウンターが好きな人はロングカウンターで全然いいと思います。で、やっぱり後ろは、フィジカルが強くて、守備能力も高い3人にしました。まあ、ライカールトだけね、ちょっと、フィジカル90乗ってないので、ここ90乗った人を真ん中に置きたいんですけど、まあ、冨安も90乗ってないし、マルディーニもね、82しかないので、ここちょっとどうしようかな。でもスピード瞬発も欲しいので、ちょっとファンダイクは怖いな、みたいな感じで、今ちょっとここがね、迷い中です。前までね、フィジカル環境じゃなかったので、全然冨安とマルディーニで全然やれたんですけど、今現環境だと、ちょっとここフィジカル気になるので、まあ今ライカルトにしてます。はい。で、マルディーニ守備的サイドバックですね。まあガチガチの守備、フォメにしてますね。最終ラインは。はい。で、DMF1 人。まあ、ここは誰でもいいです。ディフェンス強い人。まあ、さっきのチップ君だとダービッツでしたね。はい。だったり、負けれれだったりとかでもいいと思います。まあ、ここはね、ディフェンシブ入れます。僕は。はい。入れてます。で、ダービッツ、ここメッシを、ここはね、OMF に1枚してます。で、前は、2CF に 1ST ですね。で、ST は真ん中をおすすめしてます。はい。まあ、ここは、ダービッツはプレイメーカーはやめた方がいいかなと思います。ここの位置は。で、まあ、ボックス2ボックス2列目ハードワークとか、こう動きがある選手、かなり動き回ってくれる選手をここに置くといいかなと思いますね。攻撃にも行くし、ボール拾ってもくれるし、みたいな感じをイメージしてください。で、ここはもうね、自分の好きな、もうこねやすいし、何でもできるみたいな選手を置くといいと思います。ただ、ここはね、重めの選手はあんまりおすすめしないですね。まあ、なので、例えば、ここにフリットとかやめた方がいいかな。はい。まあ、今僕はここチャンスメーカーにしてますけど、全然ここ2列目からの飛び出しでもいいかもしんないし。まあ、ただね、前渋滞しすぎるのが嫌だっていう人もね、結構いるので、ここはそういうのが嫌な人は2列目からはやめといた方がいいかなって感じです。今僕はこれ、ここにね、紙の米紙使ってるんですけど、普通にめちゃめちゃ強いです。はい。で、ロナウド、レオン、エムバペ。まあ、ここは、左と右は自分の強いやつがいいと思います。で、1人はでかいやつ置いといてください。僕の場合だとロナウド。で、他、例えばね、ハーランドでもいいし、あとはね、最近流行ってる、ドログバとかでもいいと思います。はい。一人でかいやつがおすすめ、僕は。困った時放れるんで、クリアできるんで。で、競り合いで、ここで拾うみたいな感じですね。で、ここは、レオンのところは2列目からの飛び出しがおすすめです。クライフとか。まあ、マラドーナとかでもね、いいと思います。はい。で、ここは、自分の好きなラインブレーカー選手がいいんじゃないかなって。一人はね、やっぱラインブレーカー置いときたいですね。こっちが、まあ、ラインブレーカーだったら、ラインブレーカーでかいやつだったらいいんですけど、まあ、こっち、僕の場合はこれ今、ロナウドがバレットヘッドでボックスストライカー使ってるんで、こっちラインブレーカーのムバッペにしてますということで。で、選手への指示は、ディフェンシブ、サイドバックマルディーニと、ビエラにつけてます。こんな感じです。で、一応ベンチ紹介しておくと今こんな感じでメンツ入れてます。まあ、ここはね、真似してもいいですし、真似しなくてもいいポジションかなと、場所かなと思います。まあ、負けれでスパサブとかつけてるのでね、めちゃめちゃ強い。で、最近ね、スタミナが減らなくなったので、データ更新してから。なので、まあ、最終ラインの会話はみんなライブアップで B の選手入れてるのであれば、まあ、別に入れなくていいかなっていう感じで、入れてません。はい。ということで、実際に使った試合の方をね、ちょっと見ていければと思います。よろしくお願いします。はい。まず1試合目、こちらですね。一応2試合取りました。両方ともね、このフォーメ使ってから今4試合やったんですけど、全部ギブアップさせてて、途中までしか取れてないので2試合用意しました。はい。まあ見ていきましょう。ここフリットにしてますね、今。ロナウドがさっき言ったところは今フリット入れてます。まあ、ここは調子良くて、いい選手。まあ、フリットだと競り合いが勝てるっていう選手なので、さっき言ったロナウドのところに当てはまる選手ですね。はい。ちょっと飛ばして、ここで中盤でこう繋ぎながら、こう斜めにね、こう入れていきます。斜めだったり横だったり、空いてるところに入れて、で、ここでショートカウンターでボール取って、速い攻撃をするっていうのがこのフォーメの特徴です。で、ウィニングイレブン時代からやってる人に、まあ、わかると思うんですけど、このフォーメめちゃめちゃ流行ったんですよね、昔ウィニングイレブンの時。で、まあ昔は 4CB できたよねとかいう話もあったんですけど、まあ今は 4CB できないですけど、まあ実質サイドバックにディフェンシブ入れて 4CB みたいな感じになって、これウィーニングイレブン時代みんなやってたフォーメなんですね。それが、ちょっと戻ってきたなっていう感じがあります。はい。なので、まあこの後ね、得点の取り方の時にもちょっと解説するんですけど、まあここで当てて、まあサイドここ今ダービッツ。空いていって、で、ムバッペ上がってんの見て、ここはファールもらいつつ、ムバッペここ。うん、惜しい。まあちょっと得点シーン見ていきますか。せっかくなので、まずは。まあ得点シーン見ると、大体、あ、こういう形で攻めればいいんだっていうのが見えてきますね。まあここフリット、さっきからずっと競らせてますけど、あそこね、フリットとか競り合いできる選手置いとかないと全部負けちゃうので、結構大事。これ。はい、これです。うん。これなんですよね。はい。これが多分、激強です、結局。まあ、もう一回ちょっと、もうちょい負けますか。こう、フリットで競り負ける。相手に拾われる。ただ、ここで、負けれるでボランチ。そう、まず、大事なのは守備の時、ボランチをまず戻すことですね。はい。これはもうずっと大事ですけど、特にこの方面では大事。まず、この今、後ろの最終ライン4人いますけども、この4人、最終ラインのこの4人がなるべく移動しないというか、この4枚ちゃんと揃うことが大事なので、なるべくここで守備取り切りたい。なので今マケレレカーソル当ててますけど、マケレレと本当はダービッツもここ戻して、ここの2枚で取り切ったりとか、まああとはここメッシ今戻ってますけど、メッシで取り切ったりとかできればしたい。はい、いきましょう。で取り切って斜めこれなんですよね。ただこれだけ。はい。まあ、これちょっと繋ぐところをもう一回見てみましょう。はい。ここダービッツで、ダービッツで今これ繋ぎましたね。で、繋ぐときに下のレーダーを見てもらうんですけど、まあ、やっぱり、緑がこことここと真ん中いますね。真ん中浮いてるなってわかるんですけど、真ん中ここは相手のボランチでケアされるので、一旦斜めにここ出します。で、このレオンがここに入った時に2列目から飛び出すし発動して飛び出してくるので、そこにパス出すだけです。はい、これでこう、うん、まあこれ相手のカーソルがちょっとミスってるんですけど、あそこでゴタゴタゴタってなるのがこの斜めのパスが大事。うん、これがめっちゃ刺さる今この環境で、こう結構コネコネしたりしてもなかなか大変なのでね、あれでショートカウンターでグンっていくのが一番いいですね。まあそこからプラス自分の個性を出す。ドリブル上手い人だったらドリブルやったりとか。まあここマルディーニが前上がって、レオンがここでこねて、横パスでワンシューしたりとか。まあこういうのはどんどん自分で使っていくといいかなと思います。で、守備もかなり安定しますね、やっぱこれで。で、これでまあこの試合は最後コーナーをね、まあこれコーナーなんですけど、軽く紹介すると、ラインゴールエリアにして、アラウホかロナウドに行くぐらいをめがけて、ただ蹴ってるだけです、これ。これめっちゃ入るんだよな、なぜか。これめっちゃ入るんですよ。ちょっと真似してみてください。攻撃参加を3人目かな、アランコにしてます。でこの試合はこの後ギブされちゃうんですけど、これもそうムバッペ縦入れて斜め入れて、このほぼ3人で攻め切るプラスここのメッシをオムフ、だから4人で攻め切る感じかな、イメージは。うまくいけば3人で攻め切るし、厳しかったらオムフのメッシ使うよみたいな感じ。さあ次の試合も見ていきましょう。次の試合も同じなんですけど、方面は、今度はね、ラインブレーカームバッペ置いてたところにメッシ置きました。これでどうなるかなと思ったんですけど、正直言うとメッシでも強かったです。だからラインブレーカー置かなくても強かった。さあで OMF のところに今度はネイマール置いてますね。はい、これ斜めのパスで横チョン、これが強いね。はい、これも見ていきましょう。まずここでネイマールボール受けて、まあ前3人いますよね。でここで簡単に当てるのもありだったんですけど、まあさすがに前当てたところで4人最終ライン4人空いていて、こっち空いて 3人しかいなくて、でこっちのボランチを戻ってくるだろうなっていうのがあったので、まあちょっと様子見でボール運ぶかっつって運びます。でそしたらここが食いついてきましたね。でここでロナウドに当ててワンツーっていう選択肢もあるんですけど、やっぱいつでもこの真ん中 ST の2列目からの動き出しは見といてください。でそうするとこのセンターバックが多分ロナウドに引きつけられて、でこいつ抜かれた判定なんですよね、この場合。そうするとこいつが AI で勝手にケア来るので、じゃあこいつがロナウド、こいつがこっちケアってなると、こいつここ開くんで、ここのスペースに三角出すだけ、ここにで出すと1個ずつずれてって、最後はメッシが逆側がメッシ開くよって。このパターンめっちゃ刺さる。この斜めめっちゃ刺さります。はい、ぜひ意識してみてください。これちなみにこの試合ね、もう1個も斜めあったんだよ。さあこれは3人で崩していくパターンですね。レオンで、レオン強いな。メッシ良くない？普通にもう一回見ます。これメッシでワンツーワンツーで、もう一回ここ戻す、戻した時に多分ね、下のこのレーダー見てもらうとこっちも余ってるんで、でこっちロナウド、俺のここにいるでしょ、ここにいるんですよロナウドは。でこっち警戒もするんですけど、ここで取り切れるかなってなりつつも取り切れなかったんで、最後までいかれちゃうよっていう感じ。このね前でワンツーワンツーってしながら、やっぱボールキープというかドリブルダッシュしながらする、ドリブルダッシュ、トップスピードのドリブルがやっぱ弱くな、相手が追いついてきちゃって体寄せられるとね大変なんで、まあ、後ろからだったらこうブロックできるんだけど、なかなか難しいんだよねキープ。この斜めね、これショートカウンター、これ俺ねショートカウンターだからなおさら刺さるのと、あとはここにロナウドとか置いてるとフィジカル勝ちしてくれるんですよね、こうやって。でネイマール使って斜めに出てきた ST のとこ使って最後メッシ。この形がね本当にめちゃくちゃ刺さってとっても楽しいです。はい、ただまあずっとこればっかりになっちゃうと思んなく なりそうだなとも思いつつも、今はこれが強いなって感じ。ただちょっとずつこうやって個性も出せるようになりました。これネイマールでのドリブルなんですけど、自分の得意なドリブルやって最後はレオン。なんかだんだんこうなんか最初から全部うまくやるっていうよりは、自分で1個まず基礎を作って、新アップデーが入った時とか特にまず基礎作って、基礎がなんかあこれとりあえず基礎でやっていこうみたいな自分の核を作って、その後にこうやって自分で得意なプレーをこうやって増やしていく、ドリブルできるようになったりとか、するのがやっぱりねいいかなっていう。なんか久しぶりにどんどん今上手くなってて、久しぶりに楽しいですということで。ぜひ、冒頭で最強フォーメーションって言いましたけども、まあ、実際はいろんな人、それぞれの、好みありますし、自分に合う合わないあるので、迷った人はぜひ一回やってみて、あ、ヒューがこんなんやってたな、みたいな感じで思い出していただいて、ちょっと試してみるなりして、まあ、勝率とか気にするフェーズ入っちゃうと、負けるとね、すごい嫌な気持ちになりますけど、まあ、最初のね、e フットボールの最初のデータ更新したフェーズですし、今勝率めっちゃ高くて勝てる人っていうのは本当にセンスデーで基本的には勝てないですよ。なので焦らずゆっくりみんなで上手くなっていきましょうということで、最後までご視聴ありがとうございました。